皆さん、こんばんは。ヒーリングライフスタイルへようこそ。ブレイントレーナーの高橋直美です。よろしくお願いいたします。え、みんながお互いに認め合って共生し合えるような世の中を目指しています。はい。えー、子供たちを笑顔にする魔法。今回第3回目としてですね、えー、保育と脳教育から見た令和時代の子供たちを、えー のテーマでお話しさせていただきます。前回、前、前回ですね、昭和、そして平成、そして令和とつながってきておりますけれども、えー、まあ、令和といっても、たった5年なんですけれども、まあ、私自身もずっと、 平成時代は保育士としてずっと活動、活や、あの、お仕事させていただいてたんですけども、まあ、最近になってこう、令和になって、さらにその子供さんの変化もちょっと感じれたのであ、そういったことを、私の感じたことをお伝えさせていただけたらなと思います。また、私だけのなんか主観にならないように皆さんのご意見もこの木にね、あの、感じたこともご意見いただけるとすごく嬉しいです。では、早速始めさせていただきます。 まず、令和の子供たちはどんな子たちということで、えー、私が感じた令和時代の子供たちの変化をお伝えさせていただきます。まずですね、あの、まあ見た目なんですけど、指の加え方がですね、 あの、私たち昭和の時、私もそうだったんですけど、ここにタコができるぐらいずっとこう指をこう吸ってたんですね、寂しいから、時に。で、今の子たちはこう日本でこう指を吸うことが結構多くて、ああ、これはな、なんかすごい変わったなっていうことと、あと歯の生え方もですね、あの、なんか奥歯が先生えたり、前歯日本先生えたりとか、なんかあの、特徴的な歯の生え方がこう変化したなっていうのも感じました。 そして、目つきですね。この目つきは、後ほど、あの、ちょっと、あの、写真で紹介したいと思いますので、またそちらも見ていただけたらと思います。はい。で、あの、私たち昭和時代のお子さん、昭和時代から、こう、平成のお子さんが、今は、平成のお子さんが、こう、親御さんになってですね、あの、 まあ、核家族がすごく進んでまして、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとこう離れて生活される方がもうほとんどではないかなと思います。一緒に住んでてもこう偽大帯住宅であったり。で、また困ったことがあったらですね、なんかそのおじいちゃんおばあちゃんに聞いてたのが、今はもう本当ネットがすごく普及されてますので、あの、何かあったらこうネットでこう調べて、あの、SNS でこう情報を得られる方が多くて、 うん、なので、本当にその方にあった情報を、あの、それぞれみんながこうもらって、あの、それで子育てされている方も多いんではないでしょうか。また、あの、お父さんのお仕事のね、あの、まあ、社会的にも育休制度がすごく、 増えて、まあ、お父さんが本当にね、お子さんを抱っこして歩くこと、街中よく見かけられますし、また、あの、よくお母さんが、ねあ、お子さんが病気になったりとかなんかした時も、まあ、どっちかお母さんかお父さんかみたいな感じ、傾向もすごく増えたなと思います。もう、私が保育してた時は大体おじいちゃんおばあちゃんかっていうので、お父さんが来るってことはほとんどなかったですので、まあ、そういった変化を感じています。 まあそういった、こういった皆さんのそれぞれの各家族だからこそ、こう、お互い二人が、こう、助け合って、それぞれの思いが、ほいく通りもあるような、そんな感じです。ですので、まあ、昭和というとですね、まあ、基準があって、こう、ルールがあって、こう、建前がすごく強かったと思うので、何かこうあるべきっていうのがあった上で、あの、子育てとかされてた だと思うんですけど、平成になってこういうふうに多様化になってきて、その親御さんも変化して、昔だったら割とあのお子さんが何かあった時に、 したら、もう先生そんな怒ってってくださいっていう、あの、保護者の方が多かったんですけれども、今の保護者の方は、どうして怒られてるのかしらっていう感じで、な、なぜ怒られるんですかっていう、こちらに逆に聞かれるということも、あの、保育士さんの現場の声をお聞きしました。はい、それだけいろんな、あの、考え方の方が多くなってきてますので、まあそういった意味では、あの、 保育所のやり方とか方針も、あの、保護者の方にも合わせつつ、でも保育所としてやる、あるべき姿っていうことを、こう、うまく、あの、調和されてるんではないかなと思います。はい。では、続いてですね。はい。まあ、これもよく、前回からもよく、あ、いてました。赤ちゃんは本当にね、純粋で真っ白です。 だからこそ、えー、っと、このように、人間に育てられたら人間だし、狼、野生児に育てられたら野生児というね、あの、あの、け 過去にあった話なんですけれども、やっぱりそういうふうに、あの、環境によって、人によって子供ってすごく大きく変わるんですね。まあ、生まれてくる子供たちもそんな変わらないんですけど、あの、その変化、進化していく上で時代も変わってきてますし、さらにお子さん自体も変わってきてるんですけど、やっぱりその周りの環境や人によって、お子さんはやっぱりそれに沿って、あの、大きくなっていってるんじゃないかなと思います。 はい。では、その、子供たちが、まあ言ったら、まあ子供にもかかわらず、人もそうなんですけど、やっぱりこう、人は心を、人は自分を尽くす鏡っていうことで、まあ、あの、心と心と通じ合う。で、話をしなくてもこう通じ合うところもあると思うんですけど、特に親子関係であったり、学校であったら、 担任の先生と生徒の関係、またスポーツだったら監督と選手の関係っていうのもあると思うんですけれども。えっと、やっぱりこの大人の影響力のある人が、やっぱりこうエネルギーがまだ、ね、令和時代の子供たちがいろいろ変化してるとはいえ、やっぱり私たち大人のええ強いエネルギーが、あー 影響力が大きいばかりに、やっぱり私たち自身があの強く出ると、やっぱりそれなりにお子さんにもすごく影響があるということですね。 なので、あの、特にお母さんとかお父さんとか、あの、私が保育士してた時に初めてお母さんとお父さんと離れるお子さんが第一歩、社会の第一歩だった時に、やっぱりお母さんも辛いし、お子さんも辛いしっていうので、そういうケースは割と結構お子さんが泣く期間がすごく長いので、お母さんには、あの、本当に大丈夫って安心して、あの、まあ、口では言いながらもやっぱりどうしても、あの、お母さん自身の寂しい気 気持ちとか、そういうのがやっぱりどうしてもお子さんに伝わっちゃうので、もう本当に安心して、あの、声かけながら、自分自身も声かけながら、安心して、あの、保育所来てくださいね、っていうことを、あの、本当にな、毎年のように、何人もの保護者の方にお伝えしてたと思います。また、学、子供さんによっては、学年が変わって、担任の先生によって、本当お子さんの、えー、変化、 あの、かわ、感じが変わったりとかもするので、やっぱり、その、谷の先生も大事だし、また、あの、監督と選手も、やっぱり、いい大人同士ですけれども、ね、やっぱり、あの、まあ、皆さん。 もうあの、プロ野球の好きな人だったら、もう今、関西だと、もっと阪神も優勝して、オリックスも優勝して、すごくおも大盛り上がりなんですけど、まあ、阪神も言ったら監督1年変わっただけで、これだけすぐに優勝したり、オリックスの選手もなんか聞くところによると、こう、あの、あの、採用する、あの、 人の目がすごく良くて、誰も取らない選手を取って育てあげるっていうことで、本当その人の目とか育てる人によって、その人は本当に大きく生かされていくのは、あのいつの時代も変わりはないんですけれども、そういうのが本当に顕著にこう今現れてるんじゃないかなと思います。はい。では続いてですね、こちら。 はい。この影響力のある親御さんだったり、担任さんだったり、こう、人の上に立つ人たちが、結局、安定して、こう、楽な状態でいると、やっぱりそれで、あの、お子さんだったり、下の、ね、あの、それについていく人たちも安心していけるんじゃないか、ということで、まあ、ラブマイセルフというのを、こう、お伝えさせていただいてます。このヒーリングライフスタイルでも、 ラブマイセルフのあの瞑想であったりとか、ブレイン体操であったりとか、様々な講座もあるんですけれども、あの、それなので私はちょっと一言、あの、軽くお伝えするだけですけれども、まあ、とにかく、どんなことが自分にとって安心することかというと、まあ、体をほぐして、こう、や、体を休めて、そしてリラックスすることで、まあ、副交感神経と、また体を、まあ、ま あの、回したり伸ばしたり動かすことで、まあ、交換神経を保たせて、お互いのこうバランスがいい時っていうのが本当に自分も安心するし、またお子さんも、またそれに近い人たちも、あの、 関係のある友達であっても、家族であっても、こう、楽な状態になるんじゃないかなと思います。一人がイライラすると、そのイライラがこう、伝わったりとか、そういうのがすぐにお子さんの場合、影響を受けやすいですので、やはり私たちのその健康管理、メンタル管理がすごく大事じゃないかなと思ってます。はい。では、こちらですね、前に、結構、あの、前回から、あの、使われている、 ものなんですけど、はい、大人目線ということで、あの、上から、こう、下に、こうしなさい、ああしなさいっていうのが、はい、皆さん、前回もご紹介したように、昭和生まれで、そして、まあ、そこから時代進んで、平成になって、えー、平成の子たちは、こう、対等にお話ししていきましょう、ということと、そして、えー、目の上、ということで、 これが、なんと、令和生まれなんですね。ええー、と思うじゃないですか。あの、まだ5年の子たちを目上で見るなんてって、はい、あの、びっくりするかと思いますけど、それだけ子供たちって、あの、本当に、あの、新しくこの地球に生まれてきて、あの、すごく新鮮な状態ですので、やっぱりそれだけの状態が、すごく、こう、まあ、 前にもご説明した通り、もうだんだんとグレードが上がってきている状態。あの、パソコンもだん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 こう上がってきている状態で、本当にこうだんだんとこう子供たちが進化していっています。その進化、どういうところで進化してるかっていうことをですね、ちょっとフリー素材の写真をちょっとあの何、何個かピックアップして、あの、切り抜いてみたんですけれど、これ昭和の子たちです。 はい。キュウリ食べてます。<laughs> まさに昭和という感じですけど。はい。そして私が最初に言った指くわえ、こう、あの、親指つってますねで。この子もなんとなく、こう、可愛らしい、あの、服装を見る限り、ちょっと時体を感じます。そして真ん中これ、あの、私のちっちゃい頃の写真をちょっと引用してます。はい。っていう感じで、あの、昭和の子たちっていうのが大体こんな感じなんですね。はい。で、 そしてですね次令和時代になるとですねはいこんなに違ってきますご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方は是非概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします